疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、お客様を、お迎えしての対談、コラボ動画になります。はい、まあ、お客様といってもね、私の後輩になるんですけどもね、はい、後輩です。元神奈川県警の吉部長に来ていただきました。よろしくお願いします。吉部長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。実はですね、私は吉部長を、知ったのがつい最近だったんですが、はい、お恥ずかしながらすいません。いえいえ。あの話を聞くとね、はい、私とほぼ同時期に YouTube を始めたということで、はい、あのたまたまね、あの大塚府警の、はい、あの職質動画 ね、はい、の件でですね、私の視聴者の方から、はい、まだ私が動画上げてない時にですね、うん、吉部長っていう方があの動画上げてますよと、うん、小川さんの後輩でしょっていうので見て、うんうんうん、あ、なんだこんな人がいたんだと思ってですね、でそれで連絡をしたという次第です。はい、まあ、ちょうどね、先ほど話をしたらですね、私のね、23年後輩なんですね。ですけど、大先輩ですね、2003年拝命ですよね。そうですね、はい、はい、ですけど私とね、あの、まあ、あの被ってる時期もな、そこそこあるんですけど、勤務してる場所がですねちょっと遠かったりとかして、正直あのお会いするまで顔も知りませんでしたし、お名前も知りませんでした、うん、ただね、私も自衛隊に知り合いがいないわけではないので、はい、ちょっと今度こういう方と対談するんですよっていう話をしたら、はい、あるね、まあ、警部さん中隊長ですけどね、はい、いや、あの職質の能力が非常に高くて、はい、人柄もすごいいいやつだよと、はい、ちゃんとこう面倒見てやってよぐらいのことを言われたんではい、はい、あ、そうなんですか、はい、ということでね、でしかもね、退職した理由も、まあ、多分ご自身の動画でやってると思うんですけど、うん、まあ、非常に正義感が強くてね、うん、そういったことでね、うん、まあ、ちょっとバカだよなと、やめなきゃ よかったのにって言ってる人もいました。そうですか、うん、別にクビになったわけでもないし、やめろって言われたわけでもないのに、うんうん、自分でね、だから一時の感情でやめたんじゃないのっていうね、うん、人もいましたよ、うん、まあ、それはね、まあ、それはよく言われます。そうですか、まあ、ね、そうでしょ、ね、そうやって私の知ってる人もね、そういうふうに、まあ、私の後輩ですけども、うん、なんかちょっともったいなかったよねという話をね、してました。まあ、給料はいいですからね、警察官も。そうですね、はい、まあ、あのね、それはいいとして、まあ、吉部長は、まあ、あの職質のエキスパートと言われている、はい、自動車警ら隊に、はい、主にね、主に、ね、勤務していたわけですね。もう一番長かった場所ですね、はい、で隊員、いわゆるもう一番階級の下の巡査の時に何年でしたっけ。巡査で7年、はい、で承認して所轄に行って、はい、まあ、巡査部長に承認して所轄に行って、うんうん、また自衛隊に戻るわけですよね、はい、で巡査部長で大体3年ぐらいです、ね、3年で、はい、その時に まあ、辞めたわけですよね。そうですね、これね、承認してそこに戻るっていうことは優秀じゃないと戻りません、間違いなく、はい、これはね、まあ、大体想像できれば、想像していただければ分かると思うんですけどね、承認すると1回は所轄に行きます、うんうんうん、ですけどもまた戻るっていうのは非常に優秀だからということです。何でも聞いてください、はい、で、まあ、もうざっくばらんに聞きますけども、はい、まず吉部長、自衛隊にいて、はい、まあ、10年、はい、約いたんですけども、はい、一番検挙したマックス、はい、1年間、はい、何件、何件というか44人検挙したっていうのは覚えてます。44人、13人、やっぱり覚えてますね、はい、あ、月に7件、7件、はい、あ、月に7件、結構頑張りました。あ、それはそうですね。私もね、私も月に7件が最高です。はい、月に、ね、大変ですよね。大変。うん。月7件。はい、結構頑張りました。狙いで仕事しましたね、その時は。まあ、通算で17年間ね、神奈川県警にいたんですけども、うん、17年間神奈川県警にいて、はい、まあ、まあ、検挙するとね、はい、所長賞とか、うんうん、あと薬物銃器対策課長とかね、うん、いろんな表彰、あともちろん本部長賞とか、はい、まあ、神奈川県警なんて警視総監賞はないんですけど、うんうんうん、そういうのもらうじゃないですか、はい、大体、17年ってどのぐらいもらいました。でもざっくりで、なんか数えるのも気持ち悪いから、はい、表彰状とかもう、はい、処分しちゃいましたけど、はい、でもやっぱ500以上はもらってますよね。500以上、だから、まあ、自動車警ら隊っていうのはどうしても検挙部隊なんで、うん、それだけ検挙する機会が多いんです。私も500件以上、うん、表彰30年ですからね、うんうん、吉部長の約倍いて、うん、そうもらってますけど、まあ、吉部長の場合は自動車警ら隊ということで、検挙部隊にいたからそれだけ多いと思うんですけど、うん、だけど
受賀隊でもなかなかそれだけもらった人はいませんよね。結構僕は頑張った方だと思います。ですよね、はい、職質能力高かったということで、はい、あの職質ですけども、まあ、自動車ゲレ隊パトカーでこう運転してるわけですよね、はい、で私が運転してる、はい、吉部長が助手席乗ってる時もありますよね。ありますね、はい、で大体職質かける時は最初、まあ、止まってくださいって言うじゃないですか、マイクで、はい、で助手席乗ってる警察官が職質行くんです。そうですね。で、はい、じゃあ私が運転してる、止まってください、はい、止まります前の車が、はい、で降りていきます吉部長が、はい、最初なんて声かけるんですか。僕はもう枕言葉で、はいはい、こんばんは。あ、いつもそれは決まってるってこと。決まってます、はい、こんばんは。これトントンドア叩いて、はいはい、ドア叩いて、はい、でウィンドウを下げてもらって、ちょっと下げて、はいはい、こんばんは、自動車警ら隊です、はい、最近物騒な事件が多いので皆さんに協力をもらって車の中を見させてもらってます、よろしいでしょうかっていうような流れで、そういう毎回これでやってます。口調もそんな感じ。もう大体これですね、うん、なるほどね。だからそんなオラロは行かないですね。横柄な態度ではない行かないですね、というような苦情来ちゃいますから、あの苦情が、そういうような感じで声をかけると、はい、でそれで相手が例えば、うん、いやいいです、あの任意でしょ、あ応じません、うんうん、っていうのもいるでしょ。いますいます。でどうするんですか。やっぱでもそこは粘り強くやりますけど、はい、やっぱ相手を怒らせないように話を持っていけば大体は協力してくれますから、まあ、こっちが怒れば向こうも怒りますよね。そうですそうです、はい、まあ、僕でも基本的に見なかったことってあんまない記憶ですね。ないです。結局見せてって言って、まあ、相手渋ってても最終的にはみんな見せてもらいましたね、うん、だからあの若おじさん事件みたいなああいう風になるのって稀だと思います。なるほどね。あれはやりすぎだと思いますけど、ね、で実際それで職質をして、はい、まあ、車の中を見せてもらう、はい、もちろんその狙いっていろいろあると思うんですけど、あの自衛隊の方はね、吉部長はどういったものの検挙を結構狙ってたんですか。まあ一番欲しい検挙は薬物検挙ですよね。なるほど。検挙で点数高いですから、はい、であとは点数が高い。点数高いですよね。これね、私もあんまり知らないんですけど、私パトカーの勤務もしたことないし、まあ、自衛隊も経験ないんですけど、検挙によって点数があるんですか。おばさんでもご存知ないんですか。いや、その評価はあるとは分かりますよ、だけど、まあ、刑事は空き巣捕まえようと証拠に捕まえようと、ここに点数はないから、まあ、ここでもう部署によって全然違うんですね。点数で言うと、はい、じゃあ自転車盗の検挙、はい、僕の記憶ですけど自転車盗、自転車盗と、ね、まあ、いわゆる乗り物盗、はい、自転車盗で占有離脱物横領でじゃあ40点だとして、そういう40点とかありましたよ、はいはい、で普通の窃盗、自転車盗だと50点で、オートバイ盗だと100点、はい、でひったくり200点、はい、で覚醒剤ひったくり200点、はい、で僕はそういうふうな点数、自転車泥棒は50点なの、はい、そしたらひったくりの点数低いな。めちゃくちゃ低いですよ。ひったくり200点200点がどうかわからないけど、はい、ひったくりって、はい、その自転車泥棒4件分ぐらいしかならない、評価されない、うん、ですね。僕の感覚でとそんな感じでしたね。それは点数つけてるんです。間違ってるおかしいですよね、うん、自動車ともめちゃくちゃ低かったですね。で先ほどの薬物は、薬物は250点ぐらいの記憶ですね。要はその所持してたら、はい、でそこに職質ポイントだとか、あとは車内検索ポイントだとか。じゃあ例えば尿検査で任道、ね、かけて、うん、尿検で出た場合は、うんうん、尿検で出るとちょっと低いんですよね。低い。そこで減退で捕まるとさらに減退ポイントつくんで物持ってて、はい、あのそうすると警察本部長賞もらえますよね。本部長賞、はい、それはあれですか、もう隊員の方はみんな知ってるの。まあ、知ってますよね。この点数何点っていうの、まあ、大体ですけど見せてもらったことがあるのではいはい、はい、あ、刑事はそういうのないんですか。ないです。本当ですか。まあ、刑事は、まあ、捜査参加にも県警本部のね、捜査参加っていうのは、うん、まあ、どこまで知ってるか分かりませんけど、うん、泥棒にしても例えば空き巣にすれば、うん、最低3桁だ、余罪が100件以上、うんうんうん、余罪が10とか20とかある泥棒の捜査はしません、うんうん、それはやるというのを所轄でやってと。やっぱり県警本部が入るとなると、例えば、ね、A 署、B 署、C 署、うんうん、と捜査参加の、合同捜査本部、うんうん、まあ、連合捜査本部ってやるわけですよ、うんうん、それなりに捜査員も使うし、うんうん、余罪が20ぐらいだったら、うんうん、ね、その検挙分けるわけですから、うんうん、全然少なくなると、うんうん、やっぱり余罪は最低でも3桁以上、まあ空き巣だったら200以上かな、200、300、はあはあ、で例えば金庫破りとかね、そういったことになると100いかなくてもやりますけど、はあはあ、まあ、そのぐらいで、あとは
その私がいるところの班があるわけですよ、うんうんうん、でその班に私がいるんだけど、はあ、例えば1年間何にもやらないと、ええ、言ったらそれはねもう移動させられます、はあ、最低でも本当にいい球いい星を取れば、はあ、1年ぐらいかかるんで、うんうん、処理するのに余罪が300、400ってあれば、ね、ですからそうじゃない限り余罪が100とか150ぐらいなら半年で終わるんですよ、はあ、だから3ヶ月かけて捕まえて、うんうんうん、3ヶ月で処理が終わる、うんうん、半年で1件、うん、それを最低でも2件は捕まえないと年間、うんうん、よくねあの怒られるというか、うん、もうあのあお前の能力分かったと、うんうん、じゃあ次の移動で厳しいですお疲れ様みたいな、うん、であとは所轄にいると所轄で、あの侵入とね、空き巣とか忍び込みとかっていうのは検挙率 60% 目指しましょうとっていうのがあるので、それに行かないとその班の責任というか署の責任っていうのがあるので能力が低いみたいな、能力が低いとなって移動させられたりとかっていうのは当然ありますよね、はい、ただそのまあノルマじゃないけど、うん、あのパトカーの人と違ってパトカーの人たちは私も知ってますけど、うん、ノルマはなくても努力目標があるでしょ、そうです、ね、言い方変えてるだけでノルマでしょ、です、ねね、特に地雷隊なんていうところは、うん、点数に厳しいですよ、厳しいし、うん、これねあの警視庁も神奈川もどこもそうですけど、うん、自動車警ら隊っていうのは所轄にパトカーが、少ないところで最低でも2台、うん、多いところは4台あります、うんうんうん、その中で一番検挙率がいい人、うん、でしかもある程度若くてやる気がある人がある人で、私はジラタイ要はワンステージ上のステージで仕事をしてみたいっていう人が希望するんですよ ね、うん、そうですね、で希望したからといって神奈川県に50所あります約、うんうん、ね、だから例えば50人希望が来たからといって50人全員入れるわけじゃないんですよ、うん、その中でもまあ半分ぐらい、まあ、25人とか、結構ジラタイは倍率高いですよ、高いですよね、うん、なかなか入れないと、ね、入れないですね、そのぐらい、のいうところのところで仕事をしている人なんです。だから普通のパトカーとは一緒にしてもらっちゃ困るよねまあでも地域と一緒にあの合同検問とかよくやってますよね、まあやるけど、ああ、まあ、自分たちは自動車警察隊としての、うん、自動車警察隊だっていうね、例えばどっかに駐車違反してるから行ってくれとかっていうのをやるパトカーではないと、うんうん、まあ、戦う警察官っていう部署でやってましたよね。なるほどね、はあ、そういう意識でやってました、ね、うん、もう常に、まあ、あのよくね自衛隊の人職質のエキスパートとかね、うん、職質のプロフェッショナルとかって言われるじゃないですか、うん、そう言われることはどうですか。でもあんまり気にはしてなかったですけど、うんうん、まあ、でもそういうふうに言われるんで意識はしてましたよね。意識っていうのはいい気分、いやというよりもプレッシャー、うん、そうですね、点数も追われますし、はい、うん、そうですね、やっぱ市民応接なんかも適正でないなってなって、なる、はい、苦情ももらわないし、要は市民応接っていうのは結果も出すし、言葉遣いね、そうですね、僕は苦情一回ももらわないようにしてましたんで、はいはい、やっぱそこも含めてのプロフェッショナルっていう意識で、まあ、先ほど言ったこう2人で乗るわけじゃないですか、はい、まあ、相棒、はい、まあ、よく愛禁者とかって言いますけどね、その2人との相性はどうですか。でも人によっちゃ喧嘩したりしますよね。僕はなるべく仲良くするようにはしてましたけど、はい、やっぱりちょっと変わった人と一緒にパトカー乗ると、はい、やっぱ1年ぐらいでシャッフルとかありますよね、はい、まあ、私が思うのはね、はい、どちらも仕事ができる人が来てるじゃないですか、うん、喧嘩しますね、自動車警備隊はね、はい、だからあの例えば普段パトロールですよね、うんうん、しかも機捜隊、私は機捜隊にもいた、機捜隊4年いたんですけど、うんうん、機捜隊で承認したんですけどね、はい、機捜隊は覆面パトカーなんで、うんうん、外から私服だし、うんうんうん、分かりませんよね、はい、白黒って分かるじゃないですか、そうですね、でパトカー走ってますよって、はい、初めから、で交差点でパトカーだから右行っても左行ってもまっすぐ行ってもいいわけですよ、うんうん、じゃあ運転してるのが右行きたい、うんうん、だけど助手席の人が左行きたい時もありますよねそこまででも意見が食い違うことはないですね、もうハンドル握ってる方に依存するという依存する任せる、はい、うん、それは、はい、それはいいんです、そこはちゃんと、まあ、ただ声かけるにしても、はい、これ止めようか止めまいか、うんうん、もちろん2人が同時に、うんうん、おこれって思う時もあるでしょ、ありますね、はい、で私も起訴隊の時にありますけど、うんうん、そういった時は大体 OK ですよね、うんうん、そうです ねだけど、あ、女の方がいいかなと思うと、お大変声かけてって言うと ね、いやなんでだよとね、お前聞く声かけやれば行ってこいよと思う時もありましたけど、うん、そういった時で大体空振るんですよ。でもたまに当たる時もあるんで、はい、僕はもう行きたいって言った人に任せようかなって、あ、じゃあこいつ外れるかなと思ってても分かんないから、そういう時あるでしょ、あります、外れるかなと思うと、あ、これは持ってないよ、でもそこでなんか外れるんじゃないなんて言ったら気分悪くなっちゃうじゃないですか、なります、だからもう行きたいって言った人に行かせるっていう、あ、なるほど。
例えば声かけるときに、なんでこの車を止めるんですか、ちょっとそれ聞きたかった。いやでももうそれは経験則だとか、もう自分の主観ですよね。主観だけど、何を見るんですか、何がおかしいんですか、声かけてみたいわ。例えば乗ってる風景がちょっと悪そうであるとか、そうですね、薬物やってそうな人間ってことですね。走り方、まあ、でも車の車種とかでも見たりしますよね。よくあの車にね、擦った跡があるのに修理してないとか、そういったのって声かけると結構薬関係あるとか。そうですね、あとは仮ナンバーであるとか、スペアタイヤ履いてるとか。あ、タイヤが、そういうのもチェックしてますよね。で声かけて、でそういったのって大体は怪しいわけだから、そんな簡単には応じたくない人もいるじゃないですか。またかよっていう人の方がでも多いかもしれないですね。あ、そうですか。なるほどね。結構それは言われますね、またかよって。で、まあ、あの声かけて何もない場合の方が結果的には多いわけじゃないですか。そうです ね、その何もなかった、で最後はどう締めるんですか。僕はご協力いただきましてありがとうございましたって言って、気分よく帰ってもらうように、そこだけは気をつけてました。途中で怒ってても最後は気分よく帰って、じゃないと苦情に発展しちゃうので、そこだけは気をつけてました。で実際に苦情もなかった。なかったですね、あのまあ、いろんな、ね、ところの、自動車警ら隊、例えば警視庁の自動車警ら隊、あと静岡の自動車警ら隊、隣接しているところでいろんな話聞くと思うんですけども、警視庁って自ら隊だけじゃなくて、交番の警察官とか若い人とか、もうむちゃくちゃ職質してますよね。よく言いますよね、 YouTube なんかでもアップされてますもん ね、私も職質何回かされましたけど言ってましたね、どうですか。そのあんまり他県のことは言いたくない。いやでも神奈川県は交番バイクは多分自転車メインでやるんですよね、ただパトカーに限ってはなんか自ら隊の真似事というか、自ら隊が薬物検挙してるから俺たちもやってみようみたいな、もうそんなんで、やっぱ所轄のパトカーも全然車なんかガンガン声かけるようになってますよね。で結構よく失敗してるけどね。そうですね、それは私の所轄にいる時に怪しいの連れてきたんだけど、もう要はあの変な話落ちないんだと、ね、持ってるけど落ちない、電波で落とさないでなんかとりあえず連れてきて何とかしてくださいみたいな、なるほどね。あ、だけどまあ浅はかな仕事になって、まあ、それもまあ裏を返せば頑張ってるっていう。そうですね、神奈川県警結構頑張ってると思いますという感じなんです。まあ検挙率もいいですからね、まあ今日ちょっとね長い話になってしまったんですけど、最後に一つだけ、吉井部長が自ら隊にいて、一番自分で、評価じゃなくて自分でこれはちょっと自慢できるよっていう謙虚があったら教えてもらっていいですか。僕ですか。ですね、とある車ちょっと不審な動きしたんで、追っかけてったんですよ。ただあの免許証で紹介したら、薬物の前科があって、で、でも所持品検査してもなかなかなくて、なんですけどそいつがポーチ持ってたんですよね、でポーチの中にボールペンがあったんですよ。ボールペン、で、なんか知んないんですけど僕それちょっといじってみようと思って、ボールペンキュッキュッキュッって回したんですよ、そしたらシャキーンってナイフになったんですよ。それはボールペンは見ていいよって言われたんですね。言われてます、そして、ナイフになったんで、あ、これ銃刀法でいけるじゃんって言って、とりあえず銃刀法で現行犯逮捕したんですよ、で、後からションペン取って薬物検挙したっていう、これはなんかその陰徳グッズを見つけたっていうのは、あ、俺これやったなって思いましたね。あと他にはありますか。あとはやっぱ空き巣ですよね。空き巣を捕まえたの、自ら隊パトカーで。それは自ら隊じゃなくて所轄の時なんですけど、巡査の時に。それパトカーで。パトカーで、ちょうど警察の24時みたいな密着回ってて、それがついてたわけ。ついてたんですよ。あ、それがついてるってことはこのパトカーについてると捕まえる可能性が強いってことなんでしょうね。わかんないですけどね。私も経験あります。その時に空き巣捕まえて、で職質で。職質で。なんか普通に歩いてたの。自転車乗ってて、深夜でライトついてないから、声かけてみようって、そしたら逃げたんで、で追っかけていったら、バッグの中からまさに泥棒した手の被害品が出てきて、あれこれやって緊急逮捕して緊逮して、でそれがやっぱ一級賞与になって、それじゃあ余罪があったわけね。余罪が数百件ありましたね。刑事なんかも追っかけてる星で、それは一番評価高かったのそれですね、僕がやった検挙の中で。ちょっと名前はなんてやつなの。
あ、そうですか。結構有名だったんですけど、ご存知。ちっちゃいやつ。そうです、そうです。それが一番大きい県境でした、ね、あ、それが、それが一番、まあそうですね、僕の中では三角いたから言うわけじゃないけど、それが一番すごいね。そうですね、職質の中では結構いい県境できたなと思いますね。なるほど、はあ、それはすごい。わかりました。まあちょっとね、長くなったんですけど、また次回はね、もうちょっとこう個別の案件について、はい、ちょっといろいろ教えてもらったりとか、はい、話してもらいたいと思います。あの、ヨッシー部長のチャンネル名なんて言うんでしたっけ。ヨッシー部長でやってます。ヨッシー部長、ヨッシー部長のチャンネルがあるので、ぜひそちらもね、私の概要欄に貼ってありますから、はい、そちらの方もぜひ見ていただければと、同じ同時刻に、配信したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。